はい、プライム9シリーズになりました。チップス74。最近の SNS でウェルナーが、とある値のリミッターを低いのと高いので区切るというミニマムとマックスを使った面白い関数を紹介してくれたので共有したいと思います。まず、if 文を使って、ある値より大きければ、もしくは小さければ、それで、固定と。その間はそのままというのと、このリミットというのを使った、この二つの関数と。で、それぞれ色を分けてありますけども、このようにして、40と60で区切って、それ以上とそれ以下はもう、オーバーして、間の値はそのままの値を返すといったパターンで、これと、これと、有分という3つの関数が紹介されてました。はい、以上です。